ース8から1メッツ現地時間6月22日、リグリーフィールド、シカゴカブスが投打噛み合って快勝。鈴木誠也外野手、29、は4番、指名打者でフル出場し、先制的自打を含むマルチ安打を記録した。カブスは、初回、西球で1死1、2塁のチャンスを作ると、鈴木が、左前的自打を放って先制。続くヤン・ハップの内野ゴロの間に追加点を挙げ、さらにクリストファー・モレル、ダンズビー、スワンソン、ピート・クロー・アームストロングが3者連続的自打。いきなり5点のリードを奪った。その後も打線は、モレルの14号ソロなど、追加点を重ね、投げては先発ジャーメソン・タイロンが7回1失点、無四球、10奪三振の好投で、今季4勝目。カブスは、借金を3に減らした。この試合の鈴木は4打数2安打、1打点、2三振、1盗塁という内容で10試合連続出塁をマーク。初回の先制打で3試合ぶり安打、4試合ぶりの打点を記録し、今季成績は打率、.269、OPS、.796 となっている。